お前ほどの馬はいない。走る！You to yours, sir. Guards to stay. Hübe!戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。
志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は功氏を残す前に死ぬことになる。功氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍蔵？何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせ。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか。後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったとき、ざまあないな。今はよ。年甲斐もなく若い女子と暮らすのだ。厄介な種ですね。前は娘のように女子にとって父親など忌々しいものだ。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。討ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それか黒うど。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。
Then... のろしずつ、まず坂平を倒さねば。юу ч биш болов та самурай のろしずつ、まず坂平を倒さねば。ケンジとオーテモンの番を心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私とこの先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。Let's go!
き槍の扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。バンペイがいる。俺が先駆けだ。ほい、アルボ、待ってな。アルボ、獣に変えるのが戦の常さ。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て。向こうに渡れそうだ。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。
ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか、駒田での戦のように。竜蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。私の話だ。
な。黒い。このもんだ。龍蔵、侍だ。侍がいるぞ。ネグンベン、答えよ。志村殿はどこだ。Самурай, эрбай чего?
ぷわじめにしよう。ちっぺり、ティーベ。いや。さすが忠氏の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。藩は豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。北にいる万兵殿を始末。さあ行くぞ。猛攻勝ってやろう。お供いたします。政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、逃がすでない。石川先生、矢を放て。本身は守ろう。
皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。